昔、昔、丹後の国、水江の裏に、浦島太郎という漁師がありました。浦島太郎は、毎日釣竿を担いでは海へ出かけて、タイやカツオなどのお魚を釣って、お父さんお母さんを養っていました。ある日、浦島はいつもの通り海へ出て、一日お魚を釣って、帰ってきました。途中、子供が5、6人往来に集まって、ガヤガヤ。 言っていました。何かと思って浦島が覗いてみると、小さい亀の子を一匹捕まえて、棒でつついたり、石で叩いたり、散々にいじめているのです。浦島は見かねて、まあ、そんなかわいそうなことをするものではない。いい子だから。と、止めましたが、子供たちは聞き入れようともしないで。何台、何代、構う門ん と言いながら、また亀の子を仰向けにひっくり返して、足で蹴ったり、砂の中にうずめたりしました。浦島はますますかわいそうに思って、じゃあ、おじさんがお足をあげるから、その亀の子を売っておくれ。と言いますと、子供たちは、うんうん、お足をくれるならやってもいい。と言って、手を出しました。 そこで浦島はお足をやって亀の子をもらい受けました。子供たちは、おじさん、ありがとう。また買っておくれよ。と、わいわい言いながら、行ってしまいました。その後で浦島は、甲羅からそっと出した亀の首を優しくなでてやって、やれやれ、危ないところだった。さあもうお帰りお帰り。と言って、わざわざ、 カメを海端まで持って行って、離してやりました。カメは、さも嬉しそうに、首や手足を動かして、やがて、ブクブク泡を立てながら、水の中に深く沈んで行ってしまいました。それから二日、三日経って、浦島はまた船に乗って海へ釣りに出かけました。遠い沖の方までも漕ぎ出して、一生懸命お魚を釣っていますと、不当城の方で、浦島さん、 浦島さん。と、呼ぶ声がしました。親と思って、振り返ってみますと、誰も人の影は見えません。その代わり、いつの間にか、一匹の亀が、船のそばに来ていました。浦島が不思議そうな顔をしていると、私は、先日助けていただいた亀でございます。今日はちょっとそのお礼に参りました。亀がこう言ったので、 浦島はびっくりしました。まあ、爽快。わざわざ礼なんぞ言いに来るには及ばないのに。でも、本当にありがとうございました。時に、浦島さん、あなたは竜宮をご覧になったことがありますかいや、話には聞いているが、まだ見たことはないよ。では、ほんのお礼のしるしに、私が竜宮を見せてあげたいと思いますが、いかがでしょう。 へえ、それは面白いね。ぜひ行ってみたいが、それは何でも海の底にあるということではないか。どうして行くつもりだね。私には、とてもそこまで泳いではいけないよ。何、わけはございません。私の背中にお乗りください。亀はこう言って、背中を出しました。浦島は半分気味悪く思いながら、言われるままに、 カメの背中に乗りました。カメはすぐに白い波を切って、ずんずん泳いでいきました。ザーザーいう波の音がだんだん遠くなって、青い青い水の底へ、ただもう夢のように運ばれていきますと、ふと、そこらがカッと明るくなって、白玉のように綺麗な砂の道が続いて、向こうに立派な門が見えました。その奥にキラキラ光って、目のくらむような金銀のイラカが、 高くそびえていました。さあ、竜宮へ参りました。亀はこう言って、浦島を背中から下ろして、しばらくお待ちください。と言ったまま、門の中へ入っていきました。まもなく亀はまた出てきて、さあ、こちらへ。と浦島を五殿の中へ案内しました。タイやヒラメやカレイやいろのお魚が、 物珍しそうな目で見ている中を通って、入っていきますと、乙姫様が大勢の腰元を連れて、お迎えに出てきました。やがて乙姫様について、浦島はずんずん奥へ通っていきました。目の尾の天井に産後の柱、廊下には瑠璃が敷き詰めてありました。小ワゴはその上を歩いていきますと、どこからともなくいい匂いがして、楽しい落学の音が聞こえてきました。 やがて、水晶の壁に、いろいろの宝石を散りばめた大広間に通りますと、浦島さん、ようこそおいでくださいました。先日は、亀の命をお助けくださいまして、誠にありがとうございます。何にもおもてなしはございませんが、どうぞゆっくりお遊びくださいまし。と、乙姫様は言って、丁寧にお辞儀しました。やがて、太陽頭に、 カツオダのフグダのエビダのタコダの大小いろいろのお魚が、珍しいごちそうを山と運んできて、賑やかなお酒盛りが始まりました。綺麗な腰元たちは、歌を歌ったり踊りを踊ったりしました。浦島はただもう夢の中で夢を見ているようでした。ごちそうが済むと、浦島はまた乙姫様の案内で、ごてんの中を残らず見せてもらいました。 どのお部屋も、どのお部屋も、珍しい宝石で飾り立ててありますから、その美しさは、とても口や言葉では言えないくらいでした。一通り見てしまうと、乙姫様は、今度は四季の景色をお目にかけましょう。と言って、まず、東の塔をお開けになりました。そこは春の景色で、一面、ぼーっとか澄んだ中に、桜の花が、 美しい絵のように咲き乱れていました。青々とした柳の枝が風になびいて、その中で小鳥が鳴いたり、蝶々が舞ったりしていました。次に、南の塔をお開けになりました。そこは夏の景色で、垣根には白湯の花が咲いて、お庭の木の青葉の中では、蝉や日暮らしが鳴いていました。お池には赤と白のハスの花が咲いて、その葉の上には、 水晶の玉のように梅雨が溜まっていました。お池の縁には、綺麗なさざ波が立って、おしどりやカモが浮かんでいました。次に西の塔を開けになりました。そこは秋の景色で、花壇の中には、木菊、白菊が咲き乱れて、ぷんといい香りを立てました。向こうを見ると、カッと燃え立つようなもみじの林の奥に、白い霧が立ち込めていて、 鹿のなく声が悲しく聞こえました。一番おしまいに北の塔をお開けになりました。そこは冬の景色で、野には散り残った枯葉の上に霜がキラキラ光っていました。山から谷にかけて雪が真っ白に降りうずんだ中から芝を焚く煙が細々と上がっていました。浦島は何を見ても驚き呆れて目ばかり見張っていました。 そのうちだんだんぼうっとしてきて、お酒に酔った人のようになって、何もかも忘れてしまいました。毎日面白い、珍しいことが、それからそれと続いて、あまり竜宮が楽しいので、何ということも思わずに、うかうか遊んで暮らすうち、3年の月日が経ちました。3年目の春になった時、浦島は時々、久しく忘れていたふるさとの夢を見るようになりました。 春の日のポカポカ当たっている水の絵の浜辺で、漁師たちが元気よく船唄を歌いながら、網を引いたり船を漕いだりしているところを、まざまざと夢に見るようになりました。浦島は今さらのように、お父さんやお母さんは今頃どうしておいでになるだろう。と、こう思い出すと、もういても立ってもいられなくなるような気がしました。 何でも早く家へ帰りたいとばかり思うようになりました。ですから、もうこの頃では、歌を聴いても踊りを見ても面白くない顔をして、塞ぎ込んでばかりいました。その様子を見ると乙姫様は心配して、浦島さん、ご気分でもお悪いのですかとお聞きになりました。浦島はもじもじしながら、いいえ、そうではありません。 実はうちへ帰りたくなったものですから。と言いますと、乙姫様は急に体操がっかりした様子をなさいました。まあ、それは残念でございますこと。でもあなたのお顔を拝見いたしますと、この上を引き止め申しても無駄のように思われます。ではいた方ございません。言っていらっしゃいまし。効果なしそうに言って、乙姫様は、 奥から綺麗な宝石で飾った箱を持っておいでになって。これは玉手箱といって、中には人間の一番大事な宝が込めてございます。これをお別れの印に差し上げますから、お持ち帰りくださいまし。ですが、あなたがもう一度竜宮へ帰ってきたいとおぼしめすなら、どんなことがあっても、決してこの箱を開けてご覧になってはいけません。と、くれぐれも念を押して、 玉手箱をお渡しになりました。浦島は、ええ、ええ、決して開けません。と言って、玉手箱を小脇に抱えたまま、竜宮の門を出ますと、乙姫は、また大勢の腰元を連れて、門の外までお見送りになりました。もうそこには、例の亀が来て待っていました。浦島は嬉しいのと悲しいのとで、胸がいっぱいになっていました。 そして亀の背中に乗りますと、亀はすぐ波を切って上がっていって、間もなく元の浜辺に着きました。では浦島さん、ご機嫌よろしゅう。と、亀は言って、また水の中に潜っていきました。浦島はしばらく亀の行方を見送っていました。浦島は海端に立ったまま、しばらくそこらを見回しました。春の日がポカポカ当たって、 一面に霞んだ海の上に、どこからともなく、賑やかな船歌が聞こえました。それは夢の中で見たふるさとの浜辺の景色と、ちっとも違ったところは、ありませんでした。けれどよく見ると、そこらの様子がなんとなく変わっていて、会う人も会う人も、一向に見知らない顔ばかりで、向こうでも妙な顔をして、じろじろ見ながら、言葉もかけずに済ましていってしまいます。 おかしなこともあるものだ。たった三年の間に、みんなどこかへ行ってしまうはずはない。まあ、何でも早く家へ行ってみよう。こう一人ごとを言いながら、浦島は自分の家の方角へ歩き出しました。ところが、そこと思うあたりには草や足がぼうぼうと茂って、家なぞは影も形もありません。昔家の立っていたらしい跡さえ物残ってはいませんでした。 一体、お父さんやお母さんはどうなったのでしょうか。浦島は、不思議だ。不思議だ。と、繰り返しながら、狐につままれたような、きょとんとした顔をしていました。するとそこへ、よぼよぼのおばあさんが一人、杖にすがってやってきました。浦島は早速、もしもし、おばあさん、浦島太郎のうちはどこでしょう。と、 声をかけますとおばあさんは、けげんそうにしょぼしょぼした目で、浦島の顔を眺めながら、へえ、浦島太郎。そんな人は聞いたことがありませんよ。と言いました。浦島はやっきとなって、そんなはずはありません。確かにこの辺に住んでいたのです。と言いました。そう言われて、おばあさんは、はてね、と、 首をかしげながら、杖で背伸びして、しばらく考え込んでいましたが、やがてポンと膝を叩いて。ああ、そうそう、浦島太郎さんというと、あれはもう300年も前の人ですよ。何でも、私が子供の自分聞いた話に、昔、昔、この水の絵の浜に、浦島太郎という人があって、ある日、船に乗って釣りに出たまま、帰って来なくなりました。 多分、竜宮へでも行ったのだろうということです。何しろ大昔の話だからね。こう言って、また腰をかがめて、よぼよぼ歩いて行ってしまいました。浦島はびっくりしてしまいました。はて、三百年、おかしなこともあるものだ。たった三年竜宮にいたつもりなのに、それが三百年とは。すると竜宮の三年は、 人間の300年に当たるのかしらん。それでは家もなくなるはずだし、お父さんやお母さんがいらっしゃらないのも不思議はない。こう思うと、浦島は急に悲しくなって、寂しくなって、目の前が暗くなりました。今更竜宮が恋しくてたまらなくなりました。潮潮とまた浜辺へ出てみましたが、海の水は満々とたと叩いていて、どこが果てともしれません。 もう亀も出てきませんから、どうして竜宮へ渡ろう手立てもありませんでした。その時、浦島はふと抱えていた玉手箱に気がつきました。そうだ。この箱を開けてみたらば、わかるかもしれない。こう思うと嬉しくなって、浦島は、うっかり乙姫様に言われたことは忘れて、箱の蓋を取りました。 すると紫色の雲が中からムクムク立ち上って、それが顔にかかったかと思うと、スーッと消えていって、箱の中には何にも残っていませんでした。その代わり、いつの間にか顔重視輪になって、手も足も縮かまって、綺麗な右輪の水に映った影を見ると、髪も髭も真っ白な可愛いおじいさんになっていました。浦島は空になった箱の中を覗いて、 なるほど、乙姫様が人間の一番大事な宝を入れておくとおっしゃったあれは人間の寿命だったのだな。と残念そうにつぶやきました。春の海はどこまでも遠く霞んでいました。どこからかいい声で船唄を歌うのがまた聞こえてきました。浦島はぼんやりと昔のことを思い出していました。